では早速やってもらおうと思いますので。国語難しいなって思いました。英語は本当に文法、語法、アクセント、本当に。でもただこれは悪問、そうだね、この出題者が知らないんだと。さて始まりました、このてつチャンネル。さあ今回は坂井さんに入試問題挑むシリーズ第2弾ですね、はい、前回は構成の問題やってもらって、まあ結構そこそこいい点取るじゃんみたいな感じになったと思うんですが、はい、じゃあ今話題の日本大学で助成金がなくなっちゃうかもしれないという日本大学90億円が消えるかもしれないと言われる日本大学のスポーツですね、はい、でそれはN 全学統一方式で受けるってことですね、はい、なんで全学部の形式で受けるということなんで、まあ、英国で受けられるわけですよね、はい、どんな感じなのかちょっと N 方式っていうのは分からないんですけど、何点満点とか知ってます？それも分かんないです、何にも調べてないです、はい、スポーツ危機管理、スポーツか危機管理学科とスポーツが同じなんだ、はい、英語が100点 で日本史、世界史、地理、政治、経済、数1、2、AB、国語、総合、漢文を除くのうちから1科目選択、うん、ということは古文あるわけ？ありますね、コメント欄に来てましたよね、はい、古文もやんなきゃいけないわけですね、はい、でこの入試が最も早く一番やってきますの で、 でこの動画が出る当日それぐらいになると思うんで、で60分ですね、英語60分で国語も60分ですね、はい、なんで2時間で終わりますので、はい、どれだけでこの間の放送終わってから知識入れられたかだと思うんで、はい、では早速やってもらおうと思いますので、はい、自信はありますか？いやまあ放送ぐらいできればな、うん、まあ、ポラリスとねネクステですね、まあ、やってればだいぶできる問題は多くなっていると信じた。え、ネクステ最後までいった？まだまだ最後までいってないです。あ、そっか、結構長いと思うけど、はい、ではやってみてください。はい、はいはい、では答え合わせしていきます。どうでしたか、やってみて。英語は本当に文法、語法、アクセント、本当にネクステに載ってるのが多いな。そう、できた？いや、できたかどうかちょっと分かんないアクセント問題もついてるんで結構厄介ですね。国語は？国語難しいなって思いました。国語が難しかった、はい、じゃあどうだったのか見ていきましょうか。まずは英語、はい、読解からですね。1、2、3、4、5、6、7、8、間違えてる次が文法語法問題ですね。あ、ただイディオム系が多いね。1、2、3、4、5、6、間違った。あ、もう最初のイディオム知らなかったんだな。あれ、俺2にしたつもりだったんだよな。テイクアップ選んじゃってますけど、2はどういう意味ですか？入り込む、病気が流行する、始まるっていう意味ですね、はい、そう、インフルエンザがこう流行り始めるっていう意味ね。2個目、 considerate は知ってた？これはネクストに載ってたんで知ってましたね。意味は思いやりがある。そう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 、優しいですね、はい、あ、次も騙されなかったですね。 consist of 選びましたね、はい、他はどうすればいいか分かりますか？他はどうすればいい？ダメだな。1は be composed of、はい、2は be made up of にすれば、4は comprises にすれば、 of につけちゃいけない。で、ただネイティブも語用で be comprised of っていう人もいるんで、なんでまあだから is composed of、 is made up of、 consists of、 comprises、 is comprised of っていうのを全部知ってなきゃいけないんです、はい、知ってください、はい、次がキャッチアップウィズはできた、まあ、これ追いつくは知ってるもんね、はい、あ、5番引っかかなかったね。終わった。そうですね、 good reason、 いい理由じゃないからね。そうですね、まあ、なんかリズンだよなって思って選びましたね、うん、ちゃんとした理由があるっていうんですね。チャージも OK です。はい、ペイ、キャッシュ、スペンド、引っかからずに。いや、他だとおかしいからチャージしかないなと思って。 Could you charge the meal to my room っていうのは状況としてどういう状況か。ホテル。ああ、そういうこと、そういうこと。食事代をルームに請求しといてね、つけといてねっていう意味ですね。では第3問ですね、はい、これもイディオム系が多いね。知識系だね本当に。1ミス。オーバーカップオフコーヒーはやりましたね。そうですね、これはもう1回間違えたんで、はい、あー、2にしたの。そうですね、だっておかしいでしょ、 If violated って受け身になっちゃう。受け身なのに The policy って目的語がいるよ。従属接続詞があって主語動詞って出てきて、主語が同じ場合って主語と B 動詞って取っ払えるとかって。If you violate the policy if you made it で、 if プラス ing だけで出てきたりとか、 if 足す過去分詞だけで出てきたりっていうのがあるので、まあむずいと思うけど、 all you have to do は知ってた、はい、convenient の語法も大丈夫、はい、
スポークントゥーバイ簡単だな。ファニーちゃんも大丈夫ですね、深さんだから。はい、はい、OK です。第4の道よ、もう全問いった、はい、ということで会話文全問正解しました。続いて大問5は文章中の並べ替え問題ですね。国勢助問題ですね。はい、はい、2並べ替え問題カッコ2とカッコ4ですね。次長文中の苦情状か2、4、代名詞問題間違っちゃってんじゃん。 those who 知らないのはさすがにやばいでしょ。でそもそも who が書かれるのが選択肢の中で those しかないから悩みようがない。動詞が was でナマングが来てるでしょ、はい、これだから主語はトーマス・エディソンだからね。トーマス・エディソン was among っていう統治して、はい、でこのアマングがある場合は統治をするのがすごく多い。何度も問われてる。アマング自体を入れられないといけないからね、これ出てきた時に。何とかのうちの一つとか何とかのうちの一人とかっていうので出てきますので、これは教科書とかにも普通に出てくる表現なんで知らないといけません、はいはい、まあ良かったんじゃない、出られておいて。そうですね、今のうちにこれ出てくるからアマング複数で後ろ、はい、ではアクセント最後3、1、まあ、アクセントもちゃんと勉強しなきゃいけないな、はい。デザートは大丈夫、一番最初に来てる動詞の場合はデザートとかだね。これあとはデザートの方はデザート後ろですからね。でも知ってますか、 DESSERT の場合食べるデザートの方は後ろにアクセントがいきます。デザートは大丈夫ですか多分シスタンに乗ってますよね、はい、その発音で。いやアドバイス後ろですね。アドバイスもそうだし、はい、コンピートもそう。プレシャス大丈夫ですね、俺は知ってた、はい、IOUS 来てるから1個前にアクセントですからね。知らないですね、はい、まあ、OUS の2個前って教える人もいるけど。で次は address ですね、はい、対処する、対応する。 award、はい、後ろ。次が benefit ね、 passionate、うん、来てて ATE の2個前とか知ってるちゃんと。いや知らない。そうですね、もう一番重要なアクセントルールですATE の2個前。ちょっと次が energy、 あイニシャルをイニシャルだと思ったわけですね。イニシャル、うん、イニシャルですね。イニシャル、あIAL の1個前だからイニシャル、ああ知らないで、でもただこれは悪問、そうです、あのこの出題者が知らないんだと思って答え2つになっちゃう。これオビウスでしょ正解。そうですね、うん、IOUS さっき言ったのが1個前だから、はい、だからオビウスなんだけど、ディストリビュートなんだけど、最近ネイティブディストリビュートっていう人めっちゃ多い、うん、だから、辞書にも載ってるちゃんとディストリビュート、うん、だからこれは出題者のミスです。答え2つになっちゃいます。去年受けた方今言ってもダメだと思うけどでアトムスフィアね、でオブステクルはできた、あできてねえのか。そうですね、トラディションにしちゃったってこと。これは ION の1個前ね、このルールもちゃんと覚えてくださいね、はい、の1個前で、これアラモスフィア、アトモスフィアにしちゃったってことね。そうです、アラモスフィアです。で次はインポートかインポートなのかって、ね、名詞だからインポート前だからアウカムが正解ってことですね。キャナルは重要ですね、はい、アクセントルールも最後詰め込んでおいてね、はい、何問正解でしょうか、はい、どうも41分の31、まあ、7割はいってると思いますね、うん、なるほど、8割いけたらいいね、この問題だったら。そうですね、ギリいかない、ギリ8割いかないぐらいです、ね、もうまあまあ、やるやんってなるけど、多分ゾーズフッシュじゃないのはやばいでしょうっていうコメントが。では国語、2、4、3、1、あーよかった、はい、どうですか、全部あって、おお全問正解、大問1、来た難しいと言ってたものの。続いても現代文ですね、はい、1、2、3問間違えましたね。何問中、13問中ですね、13問中3問、うん、まあ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 、じゃあ続いて古文ですか、はい、4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 、ということで全体で36分の331ですね。おお、これもかなり良かったんじゃない。そうですね、良かったです。おお、だいぶ自信になったんじゃないですかこれは。ああ、はい、よかったよかった。古文もいける、全然共通テストよりは、全然共通テストよりは簡単、簡単ですね、うん、まあ、知識は国語系はあるは、原文は、うん、まあ、漢字だけなんですけど、うん、古文は文学史でできましたね。へえ、後白河院が編纂した和歌集は。なるほど、そこまでただやる必要があるかって感じだね、はい、今時間もったいないもん。文学構成の方は現代のやつしか出ないわけでしょ。そうですね、今でも現代、だから古文の文学史に時間をかける必要はないとは思うけどね。そうですね、合格点いけたんじゃないこれ。そうですね、去年がちょうど200点中101点だったので、まあ、あ全然じゃあいった、まあいってるかなと。なるほどね、お、これは全然いけるでしょう。はい、じゃあちょっとね、知識を蓄えましょう法政に向けて、はい、それは次回、次回